どうもですまあ、この時期といったら、受験ですよね。受験生の皆さんはね、勉強大変だろうと思いますけど、頑張って乗り切ってください。もう、受かっちゃえば、もう安心、もうは大丈夫です。まあ、落ちることは考えずに、もう自信持って、頑張ってやってください。僕もね、中学3年は、高校からため受験勉強してました。うん。 あのね、普段は勉強しないですけどね、ほんと受験の時だけは、その時だけはほんとやってました。受かっちゃえばね、もう、もう、パー、パーともう遊んじゃってくださいも、もね、高校生の皆さんは大学受験とかありますけど、うん。まあ、試験といってもね、就職試験とかあの人も、あ、この時期はもういないのか。まあ、この時期は受験か。うん。まあ、中学3年生の方や高校3年生の方はね、受験勉強を頑張ってほしいと思います。あとは、 受験以外って言ったらテストか。テスト勉強は僕正直言ってあんまりやってなかったですね。うん。まあ、ちゃんと授業聞いてればね。うん。まあ、その授業でやった範囲とかがテストに内容出るんで、まあ、ちゃんと授業聞いてればわかると思うんですけど、僕授業中寝てること多かったんで、あんまり聞いてなかったですね。うん。まあ、ちょっと前に勉強するぐらいだったんで、うん。 まあ、受験ほどじゃないですけど、勉強はしましたね、うん。まあね、みんな勉強、まあ好きな方もいると思いますけどね。僕は勉強どっちかというと嫌いでした。うん。正直言って遊びたかったです。うんまあ、もしかしたら、まあ多分ね、僕が思うと、僕が思うに多分勉強嫌いな人は多いと思うんですよ。うん。だそれでもね、 やらななきゃいけないけ時があるんでね自分がこれやだなって思う時でもねやらなきゃいけない時があるんでそこかもう乗り切って終わったらもうパーッと遊んじゃってうんそれってその方がいいと思います友達とかとねパーッと、まあ、とにかく1月ねいや受験シーズンなんで皆さん受験勉強大変だろうと思いますけど、えー、頑張ってください、えー、皆様が合格 受験生の皆さんが合格できるように僕応援してます。うん。頑張ってください、本当に。受験勉強。うん。受かったら、大いに喜んでください、もう親とか友達とかにね。あと、担任の先生とかに受かりましたってご報告言ってください。うん。もう最初からね、落ちたとかそういう気持ちじゃなくて、もう絶対受かるっていう気持ちで臨んだ方が僕は自信がついていいと思うので、うん。そこはもう、落ちるってことは考えずにもう、 確実に受かるっていう気持ちを持って受験に臨んでほしいなと思います。うん。ちょっとまあ、受験の話みたいなことしちゃったんですけど、ちょっと引っ越しでね、自分の部屋がね、段ボールだらけでちょっとね、パンパンに狭いんですよ。まあ、まだ作業はあるんで、ちょっと頑張りたいと思います。えー、本日も見ていただいてありがとうございました。バイバイ、頑張ってください。えー、もしよろ,よろしかったら、えー、評価やコメント、チャンネル登録など、えー、よろしくお願いいたします。それでは、